皆様ごきげんよう、高松菜奈です。いやね、本当びっくりしました。デヴィ夫人が今回、ウクライナに訪れたということで、私感動しまして、私も昨年の8月にウクライナに取材に行ったので、あの、何がね、デヴィ夫人すごいのかっていうところとか、なんか、あの、このタイミングで行かれたい意味とか、本当素晴らしいと思うので、なんか少しお話しできればと思って、動画の方を撮らせてもらいます。あのね、ウクライナに行くのって本当大変なんですよ。はい、あの、 飛行機で当然行けないんですよ。飛行機撃ち落とされてしまうのでね。あの、なので、えっと、陸路で、私の場合はですね、ポーランドからバスでキーウまで17時間ほどかけて入ったんですけど、バスで17時間ってね、なかなか、あの、行くのも大変でしたし、まあちょっとデヴィ夫人どうやって行かれたのかわかんないですけども、あの、今回デヴィ夫人、キーウとかブチャなどの病院をね、訪問されたということで、その訪問された理由もかっ,かっこいいですね。あの、FNF の単独インタビューのね、動画見たんですけども、 ウクライナにこれまでも支援してきたけど、それだけだと足りなくなってきたから、直接すぐにでも持っていきたいということで、まあ、今回行かれたということですね。はい。で、あの、ウクライナを民主主義の墓場にすることは絶対にできないってい、これ、言葉選びとかも含めてかっこいいですよね。このままね、あの、ロシアがね、こう、ウクライナを侵攻して、力による現状変更、絶対に許さないんだと。 民主主義の墓場にはできないという、まあ、このうう言葉もかっこいいなと思いましてあの今でもウクライナがどういう状況なのかっていうことなんですけども、まあ、私は行ったのは昨年の8月ですけどもあの私はキーウイルピンブチャボロジャンカっていうところに行ったんですけどもあのなのでデヴィ夫人が今回行ったところと同じところにも行ったんですけども私が行った時の,あのウクライナの様子よろしければ動画の方をご覧くださいどうぞ。 こちらはですね、イルピンの中でも特に被害が大きかった集合住宅です。こちら上に飛行機から爆弾が落とされてしまいました。飛行機から見れば集合住宅であることはわかるのにですね、このように爆弾が落とされたということです。看板も出ていまして、この採点のために寄付をお願いしますと、うような口座番号とかがお話をお伺いした市議の方はですね、このような状況だからこそ我々は降伏することもできないし、ロシアを許すことができないというようなことをお話しされていました。だからね、まだまだね、国際社会の 支援っていうのがねこう見るとね。足りないってことね。皆さんね。お分かりいただけたかと思うんですよね。あのやっぱウクライナはこれからもっとあの被害の状況もね。あるので、ね、復興しなきゃいけないですし。あの本当に足りてない。あのお金の支援もですね。物資の支援もやっぱ足りてなくて、あの武器もね。足りてないっていうような状況なので、まあ、世界各国が。 あのウクライナに対して関心を持って支援し続けるってことがものすごく大事なわけですよ。だからデヴィ夫人がこのタイミングで行って、あの何ですかヤフーのトップニュースになってまたウクライナのことをみんな知ってもらうあじゃあ支援しようっていう気持ちになった人いっぱいいらっしゃると思うんですよね。だから本当にねあのカッコいいなと思います。今回ねデヴィ夫人は防寒具とかおむつとかあの持って行かれたということですけども、あの手で持って行けるものをね持ってったということでスーツケースたくさん持ってって,ってその ところカイロとか懐中電灯とか便座のシートとか止血止めとかあのおむつとかそういうものをねあの持って行かれたということですけどもあのしかもね大使館にも事前に連絡されてるってことでねあの在日のウクライナ大使館に、まあ、FNN の,あの動画であのそういうふうに報じられてたんですけども、まあ、先月デヴィ夫人から現地訪問についての相談があって大使館側は「 集まっていた支援物資のウクライナの輸送っていうのを依頼してデビ夫人がですねあの運営に携われる財団が輸送に協力することになったということなんですねで石油ストーブや医療薬品などが入ったコンテナ4個が2月中にも届く現地に届く予定ということで、まあ、何が必要かとか現地との連携ということとかも含めてさすがというかかっこいいですよねで今回結構その韓国が出てる じゃないかということに、まあ、あの批判の声もね一部集まっていましたけどもあの、まあ、戦争に終わりが見えない中日本政府っていうのはウクライナ全土に退避勧告を出しているわけですけども、まあ、退避勧告っていうのは法的拘束力が実はないんですよね、えー、だけど危険度は最も高いもので、まあ、退避してくださいとこはやめてくださいっていうような勧告なんですけども法的拘束力がねなので実はないんですよね。 あのまあ、そういう批判に対してどう思うかっていうあのインタビューに対してデヴィ夫人は、まあ「警備がついているので安全です」っていうようなおっしゃったんですけどもあのそうですねあこうでもね私にちょっとねそれはねあの違うんじゃないかなと思って違うっていうのはあのウクライナの、ね、街並みキーウの街並みよかった写真見ていただきたいんですけどもあのかなりね平和なんですよ街並みとしては。あの ね、ご覧くださいあのこんな感じななんですよね、えー、なのであのなんていうかなウクライナの人たちやっぱすごくこう皆さんいい人たちで,でこう海外から取材が来るとか海外から人が来るって言ってそれが報じてもらえるってことをものすごくありがたいと思っていましてものすごく協力的なんですよねだから治安が戦争によってものすごく悪化したかっていうとあのそういうことでは全然ないのでだからなんか 警備がいるっていうよりかは、どちらかというと、あの、ミサイルがね、どんどん撃たれてしまうと、あの、まあ、前線じゃないのでね、キーウとかイルピンとかブチャとか、モロジャンカに、今、ロシア軍が常駐してるかというと、そういうわけではないので、その、ミサイルが、あ、先ほどの平和に見えるような街並みに来るのに対して、それに当たるか当たらないかっていうところですけども、あの、反、そこの反応したらですね、入ってくるかもしれないって言ったら、 あの空襲の警報がね、アラームがね、ちゃんとなるので、でそのタイミングでね、こうまあ地下のシェルターに行ったら、こう、まあ、絶対安全とは言わないですけども、あの少なくとも危険度は少しは下がりますよね。でだからそのミサイルもでもウクライナはかなり撃ち落としてるんですよね。まあ各国がいろんな武器供与とかもして撃ち落としてるっていうような。 現状があるので、そのミサイルにま当たる可能性がどのくらいあるかっていうところですよね。なんか私もあのミサイルの着弾アプリとかあの入れて、でそれゆうのでこう着弾がどのくらいあるかっていうので戦況を見ながら取材する先輩のジャーナリストに相談しながら取材するっていうことを。 あのしていたんですけどもだからこそそういうミサイルを撃ち落とすっていうのもやっぱ国際社会の支援が必要なんですよねだから私たちは関心を持ち続けるってことがすごく大事なんですけどもでもあとウェイフにすごいなと思ったのが退避韓国出てますよねってことに対しても「いや私は戦争を経験してるしクーデターも経験してるし革命も経験してるし暴動も経験してるから怖いものはないです」<laughs> そんな方いらっしゃらないですよね。 はい、あのやっぱインドネシアの,、ね、あのスカルノ元大統領夫人すごいなと思ってなんかものすごい経験されてきたものが違うなと、はい、あの思ったりもしました、はいまあ、でもウクライナの渡航に対してあの官房長官はですねどのような目的であってウクライナの渡航はやめていただくよう、ね、お願いしますっていうようなこととかすでに滞在されている方は安全を確保した上で直ちに退避あのしていただくよう勧告しています、まあ、でもこれもお願いなんですよね。 ととといいいううここをあの言っているということですけど私は全体としてこれをやったことによって岸田さんものすごく行きやすくなったんじゃないかなと思って <laughs> デビューンが行ったことによってあ今行けるんだっていう空気感とかあのウクライナに対して支援ってやっぱ必要だよねっていうところとか見えてくるので行きやすくなったんじゃないかなと思いますし私自身は岸田さんに行ってほしいと思ってるんですけどもやっぱりあのこう日本が支援するっていう意思表示もそうですし そのまあ、デービー夫人の言葉で言えば民主主義の墓場にウクウライナーはしないということのメッセージも大事ですし、まあ、日本がもし台湾有事があって世界であの戦争にこう中国の戦争にね巻、まあ、き込まれてしまったことが、ね、ないようなことが一番いいんですけどあった時に国際社会から日本が見捨てられないようにするというためにも、まあ、ウクライナーは私たちは見捨てないんだっていうメッセージを出すことって非常に大事じゃないかなと思っています。 いいいたりですねしますす本当かっこいいです皆さんあのウクライナの人たちは今経済的にもものすごく困ってるので人々はあの普通に生活しなきゃいけないわけですよね海外に行けばいいんじゃないか避難民になればいいんじゃないかっていうかもしれないですけどイギリスの避難民の方が取材しました言葉が通じない仕事がないお金がないもう1年経ってるんですよ1年経とうとしてるんですよ一年とうとしてるんですよ1年間海外で仕事なく住み続けるお金どこにあるんですかと。 だから私たちがやっぱ支援することとか、ウクライナの経済を回すことも大事です。あの、ウクライナのビシュバンカって服ほんとかわいいので、そういうのをね、あの、オンラインで買ったりとか、そういうことも、あの、私たちができる支援なので、ぜひ寄付したりとか、ウクライナの経済を回すとか、関心を持ち続けるとか、私たちができることをやっていければと思っております。ということで、ありがとうございました。デヴィ夫人、ぜひ チャンネルでね。コラボさせてください。ウクライナのね。現地の話とか今何が必要なのかとか、何かそういうお話とかあのさせてもらえたら嬉しいですし、寄付とかね一緒に呼びかけられたら嬉しいです。ということでありがとうございました。皆さんもあの支援しましょう。ありがとうございました。この番組は皆様のサポートによって支えられています。交通費、ファクト、チェック、リサーチなどにお金がかかっています。スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします。 企業の SDGs、自治体の取り組みなどの PR 案件をお待ちしております。詳細は概要欄まで。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた。ごきげんよう。